やっぱり中央日報の軍事記事はサムネ詐欺が多いんだよな。どうしたの、警告の新聞なんて読んで。ああ、韓国の K9 自走砲がアメリカに売れるって記事が5月16日に載ってたんだが、いろいろおかしいと思って調べたら、いつものホルホル願望記事だったんだ。毎度のことだから驚きはしないけど、詳しく聞いてもいいわよ。強くなる韓国防衛産業。米軍も K9 自走砲を使用か、ってタイトルだから、アメリカが K9 を購入するなんて変だなって思い。確認したら記事本文には肝心なこと何も書いてないんだ。どういうこと？だってアメリカは去年7月に連邦政府に国産品の調達を義務付ける、by、アメリカン、関連法令の運用を強化する新ルールを発表したばかりなんだぜ。何それ？簡単に言うと米政府は基本的には輸入品を極力購入しないというルールなんだぜ。じゃあなんで K9 をアメリカに輸出するって話があるの？まあ、K9 は韓国兵器業界が例によって4大名品とか名付けてる輸出兵器の花形だから、米国にも売れるんじゃないかってよた記事というか、願望がタイトルに溢れちゃったんじゃないかと思うんだぜ。まるでスポニチみたいな見出し詐欺じゃない。なんだか心配になってきたわ。今回は警告の K9 自走砲の実力と警告輸出兵器の実像について解説するんだぜ。ゆっくりしていってね。まずは K9 自走砲について解説していくぜ。1999年から量産に入った準韓国製の自走榴弾砲だぜ。52口径 155mm 榴弾砲を装備し、弾丸装填は気力補助、装薬装填は手動なんだぜ。なんか特徴はあるの？同時代の自走榴弾砲は概ね似たり寄ったりのスペックだな。ドイツの PZH-2000、陸上自衛隊の99式、C 国の5式、ロシアの 2S35 などなんだぜ。似たり寄ったりだったら安い方がいいのかな？アメリカは1世代前の M109A6 の改良型を使い続けているんだぜ。若干スペックは落ちるが、特に大きな問題はないんだ。1世代前でもアメリカは平気なの？そもそもアメリカは基本的に制空権を取った前提で、装備を選択できる国家だからなんだぜ。AC-130 ガンシップとか A10 サンダーボルトを持っているから、自走榴弾砲は多少旧式でも構わないんだ。はい。アメリカはやっぱり別格ね。さて K9 は特徴はあまりないとは言ったが、CN98、52口径 155mm 榴弾砲は良い榴弾砲だし、射撃管制装置や GPS なども備えているぜ。どうして他の兵器とは違って、他国と遜色ない兵器を開発できたの？警告の主敵は北朝鮮だろ。DMZ 沿いに北朝鮮は何万もの榴弾砲や自走砲を配備しているんだぜ。旧ソビエトみたいに砲兵を重視、というか戦車や航空機が少ないからそうせざるを得なかったんだな。しかしこの砲撃はソウルに届いてしまうんだ。敵国が榴弾砲重視だから、良い砲を作れたの。ああ、しかも多量にな。警告陸軍だけで1100両も運用しているんだぜ。陸上自衛隊は136両だから、ざっくり9倍だぜ。M109 の警告改良型の K55 も1000両以上保有していて、戦車保有量の約1500両を大きく上回っているぜ。警告って自走榴弾砲大国だったんだね。そういう経緯もあって、安価で、そこそこの自走榴弾砲を国産化できたんだぜ。価格は、K9 が約4億円、ドイツの PZH-2000 が5億円、陸上自衛隊の99式が約10億円だぜ。製造量も多かったから安く作れるのね。そうなんだぜ。性能がほぼ変わらず、信頼性もそこそこならいっぱい変えた方がいいからな。トラブルがないならね。輸出実績も相当なものだぜ。トルコに改装型の T155 を300両、フィンランドに48両、インドへ改装型の K9 バジラを100両、ノルウェーに24両、オーストラリアに30両、エストニアに12両なんだぜ。もちろん今後の納入契約も含めてだが、相当の実績だぜ。でも競争相手だって黙ってなかったでしょ。いや、警告はいいところに目をつけた、あるいは結果的にそうなったとも言えるが、自走榴弾砲市場はある意味、穴場だったんだ。戦車だと競合相手は多いし、どの国も自主開発したがるんだが、自走榴弾砲は輸入品で OK という国が多いんだぜ。なるほど、そういうわけね。アメリカも新型自走榴弾砲は輸出していないし、というか開発中止したし、共産国以外から買うならむしろ警告製しか選択肢がほとんどないんだぜ。うまいことやったわけね。いや、そもそもちゃんとした自走榴弾砲で安価だったから、ぴったし、ハマったんだぜ。それを評価しなきゃいけないぜ。でも、昔、K9 は欠陥兵器だとかネット記事でやってたけど、
2010年11月に北朝鮮が、ヨンピョン、島を砲撃した事件で軽級自走砲が使われたが、6門のうち3門が故障。しかも命中率は88中3発だったと宣伝されたが、事実は違うらしい。そうなの？ヨンピョン島では韓国海兵隊が、配備している6門の K9155mm 自走榴弾砲のうち4門を動員して月に一度の陸海合同射撃訓練していたんだ。ふむふむ。最後の砲撃を行おうとした4番砲に不発弾が発生した瞬間、北朝鮮軍の砲弾が部隊を襲った。着弾した砲弾4発のうち1発は、1番砲の砲台を直撃。もう1発が3番砲の外壁を破壊した。4門のうち故障が1門、破壊が2門なのね。残った1門で北朝鮮軍の砲台を目標に80発の対向射撃したが、この状況で命中率が高くないからといって誰が攻められるんだ。確かにそうね。この事件は、警告のみならず、世界に影響を与えたんだぜ。外為市場では US ドルがユーロ、円に対して大きく上昇。各国は北朝鮮を非難、特にオバマ大統領は激怒していたらしいな。そう聞くと欠陥兵器ってのは言いがかりかも。ああ、欠陥兵器なら、そもそもあんなに売れるわけはないぜ。軽潜水艦や天球2は怪しいが、高等訓練機 T50 や K9 を欠陥兵器とけなすのはいかがなものかと思うんだぜ。そうね、よく聞くと分かってきたわ。まあ、全く問題がなかったわけじゃない。品質というより売り方だけどな。エジプトとの売買契約交渉は10年もかかって2022年にやっと契約までこぎつけた模様だ。10年もかかったんだ、長いね。何度も政府高官を派遣し、国を挙げて推進したんだが、やっと前大統領のムン氏が直接乗り込んで契約を締結させたんだが、まあ、いろいろあるみたいだ。いろいろってどうもめちゃくちゃな条件を飲まされた様子で、K9 自走砲のエジプト輸出に関する具体的な契約条件を公開すべきとの要請があったんだが、青瓦台はこれを拒否したんだぜ。前例がないほど輸入国に有利な契約、と批判されたようだ。あらら。前にも聞いたパターンね。どうやら、やっぱりムン氏の悪い置き土産のようなんだぜ。多分、警告側に利益はほとんどないだろうな。ま、それはさておき K9 は、警告兵器輸出の優等生だぜ。じゃあ、アメリカが購入するって話もまんざらじゃないわけ？いや、その可能性はほぼないと思うんだぜ。さっき解説した、バイ、アメリカン、という運用法令を強化したばかりだし。そもそもアメリカ陸軍は現行の M109-155mm 自走榴弾砲の改良型でなんとかやっている。そうなんだ。M109 は確かに60年も前の兵器ではあるが、シリーズ累計の生産量は1万両を超える大ベストセラーで、現在も生産中だぜ。ほうほう。傑作小説、ワールドワー Z にも登場し、ゾンビの大群に榴弾砲を発射しているんだぜ。ちなみに映画の、ワールドワー Z は打作だったけどな。余談ね。尺稼ぎ。まあ、K9 が売れた理由は他にもあるんだ。K9 は配備後に能力向上改修を受けてたが、この際、火器管制装置のコンピュータと OS の更新を実施した。実はメーカー側は当初、信頼性の高さを理由にコンピュータと OS の換装に消極的な姿勢を示していたぜ。コストが高くなれば売りにくいしね。だが輸出先の国が懸念を示したので、輸出を統括する DAPA 防衛事業庁が、コンピュータと OS の更新を強行したんだぜ。警告政府が民間企業の反対を押し切って、導入にあたっての不安要素を打ち消したことも売れた理由の一つだぜ。民間企業にも介入するのね。また中東のオマーン向けの提案では、韓国やヨーロッパに比べて高温な中東での運用を想定して、最大摂氏55度まで対応できる冷却システムを追加し、かつアラビア語にも対応した車両間で情報を共有するシステムを搭載するなどの改良を加えたぜ。結構サービスがいいのね。このように輸出対象国の懸念や要望を敏感に捉えた改良を意図はない点も K9 の輸出に貢献しているんだぜ。日本も防衛装備を本気で輸出するなら、これくらいやらなきゃダメなんだぜ。消費者の要望にはある程度答えなきゃダメってことね。ああ、警告の兵器を欠陥品呼ばわりするよりも、他山の意思をよく見て、良いところは学ぶ姿勢が必要なんだぜ。マリサもたまには、いいこと言うね。まあ、ホルホル自画自賛の願望丸出し記事は良くないがな。ちょっと警告のマスコミや、政府の発表はその嫌いがありすぎる。そんなことは言ってない、とツッコミを受けるのはいい加減にしてほしいぜ。それは言えてるわね。国内向けの発表と海外向けの発表を、別のものでやっていけたのは過去の話で、今のネット社会では通用しないからな。
今回のバイデン大統領の訪韓でも、前文大統領との面会を米国から打診を受けた。とか、共に民主党が発表してたが。そういうのは、もうお腹いっぱいね。ああ、そうだな。もし今回の解説が気に入ったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いするんだぜ。本日の動画は以上になります。それでは、皆さん、さようなら。